楽天。お歳暮っていうと大げさだけど、感謝のギフトっていうとなんかいい。楽天お歳暮冬ギフトなんかいい。楽天。離れていてもずっと友達だよなんて、言わなくても伝わるかなって思っちゃう。照れくさくて言えないから、送るよ。本当に肉が好きなんです。楽天お歳暮冬ギフト楽天。今年はたくさんの人がお父さんお母さんに会えなかったんじゃないかと思います。あ、もしもしお母さん。会えなかった、だからこそ思う時間が増えた。うん、お元気しようよ。あれ、なんかさ、年末何食べたい？カニ？また楽天お歳暮冬ギフトカニでいいと。すごくリラックスして撮影することができました。私はなんか冬限定のこう可愛いカンカンとかあるじゃないですか、お菓子の。あれを見るとどうしてもプレゼントしたくなってしまって、そういうのを贈り物にしたりしてます。カンカンって意外と後で使えたりするので、自分自身ももらうと嬉しいです。おせちを送っていただいたことがあって、それすごく嬉しかった。今年作る暇ないなと思っていたら、知り合いの方がミニおせちみたいなのを前に一人暮らし用に送ってくださって、それすごく嬉しかった。やっぱ美味しいお肉、美味しいお肉嬉しいですよね。もらえると嬉しいもの、クッキーが嬉しいです。あ、今年の冬は私はすごく編み物が好きで、寒ければ寒いほど編み物ってやりやすくなるので、いろんな編み物を完成させたいなって。今年からパンチニードルっていうのも始めまして、それは編み物じゃないんですけど、そういうのが毛糸にまつわるものづくりがすごく好きなので、今まではこう作れてないロングスカートとか、なんかそういうの編んでみたいなって思います。